この BGM 聞こえたら来たーって感じする。今日のお目当ては任天堂エリアです。来たー、ウォーターワールドの横が入り口だよ。世界観はもうここから始まってる。旅館をくぐろう。旅館早速新アトラクション、マリオカートクッパからの挑戦状いっちゃう。早速クッパ城のクオリティに感動。もうゲームの中やん。ではやおいばー。おー、これはこれは家主のお出迎え的な。近くで見ると迫力がやべえ。クッパって亀？恐竜？これはトロフィーと歴代トロフィー。すごい、かわいい、いっぱい並んでる。クオリティ高め。ここはクッパのお家でしょうか。ちょっと暗め。あ、なにこれ、触らないでください。こちらマリオパーティーのこれ何オプション、オプションやんな、これアイテム、アイテムたち。これ見覚えある、マグマ。これ1位になれるやつ。これはカピカピ動くやつ。今からクッパに食べられに行きます。私どんな乗り物か知らへんくてめっちゃ楽しみです。では喋ってる。マリオのサンバイザー的なのつけてしょっぱな前髪終わった。じゃあ行ってくる。マリオカートから無事生還、お隣来ました。はい、やってまいりました。ですね、今ヨッシーの遅いやつを乗ってるんですけども、彼女がねここにいるんですけど、彼女がね一番楽しみにしていたアトラクションなんですね。はい、ちょっと彼女を撮りたい、その一心で僕らが前ちょっと乗ったんですけども、ちょっと撮り方が分からないんですよ。だからこうやって撮るしかないですよね。はい、でも彼女映らないですよね。あ、映りますね。はい、あ、これなんですけど、なんかよく分からない人でしょう。はい、以上です。世界観がすごいですね。今ヨッシーに乗ってるんですけども、いろんな色のヨッシーがいて、なんかこの卵をオスみたいです。ここに卵がある。緑の卵オス食べる。2人とも撮影にめっちゃ協力的です。ありがとう。なんかおるで、ね、ここあ、おるね、おるね。デビーがいるね。デビーのヨッシーがいるね。デビーヨッシーがたくさんいるよ。あ、なんかおる。何これ、こんなん初めて見たよね。おー、回ってる回ってる回ってる。なんか今聞いた情報によると、あのハリーポッターよりもこちらの任天堂エリアの方が制作費がかかっているという情報を聞きました。まあでもそれも分かるぐらいのクオリティですよね。こんな子供みたいな恐竜初めて見たんやけど、これ何。じゃあね、可愛いのがさ、見てこのさ、コインが回ってるんよ。マジでわしづかみたいよね。あ、こっち向いてる、こっち向いてる。このさ、クッパの口さ、ちょっと面白くない？なんか分厚いというか、すごいよね。柔らかそうな唇やわ。今日はね、お天気にも恵まれて。あ、ヒロです。バイバーイ。なんかおる。かわいい、ちっちゃい、動く、かわいい。めっちゃサービスショットすごいね。かわいい、かわいい足、超かわいい。何、ピノコ、ピノコじゃ、名前ないこれ。ピノキオ、ピノキオ。なんで嘘つく。かわいいね。なんか本格的な、うん、でっかいやつ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じよ。
そことっても可愛い。ピーチ姫がピーチの城におる。はい、どうも。僕一人でやってきているんですけれども、今マリオが終わったところなんですね。はい。で今日はこの2人と来てるわけなんですけれども、まあ頑張ってやっていこうかなと思いますね。今からマリオが終わったんで、次どこ行くん？次？うん。ハリーポッター。ハリーポッター。じゃあハリーポッター行きたいと思います。はい。これですね。マリオ。そうそうそう、めっちゃ良かったですね。可愛いですね。はい。いいこの世界観を生み出してくれる音楽。とても素敵な音楽。ちょっと途中ですけど切ります。じゃあまた後で。皆さん、今ドライブインというレストランに来ております。なんといってもこちらハンバーグ、ハンバーガーやね。見てこの肉肉しい肉、じゃじゃーん、おいしそうです。でこれはジュースじゃなくて紅茶、ご安心を。ポテトもある。ではいただきます。あっちで YouTube 始まった。あっちとしてYouTuber になりたいらしいわ。めっちゃうま。マクドとはまた違うハンバーガーですね。美味しいです。ちょっと涼みます。塩効いてるわ、めっちゃ。ちなみに入れ物超おしゃれ。なんて？写真写ったら消えんねん。何消えるって？写真写ったら消えんねん。テレサやからな。誰がテレサや？はい、またやってきましたね。ここがスパイダーマンのところですね。赤い部屋があるんですけども、開かずの間とかじゃないんで大丈夫です。こちらを通り抜けますとですね、スパイダーマンのピーター・パーカーが実際に働いてたオフィス、ここに出ちゃうわけなんですね。誰のオフィスですか？はい、っていう感じで、YouTuber 風に撮ってるわけなんですけれども、まあ、今日はね、全然人がいないっていういい日和なんでね、まあいいかなって感じですね。このアングル大丈夫そうですかね、視聴者様。ああ、大丈夫。OK です。まあ、こんな感じです。じゃあ、乗ってきます。ここが、さっき坂本が言ってたピーターのオフィス。並んでる時からワクワクするよね。本格的角刈り部屋。はい、今回、ニンテンドースイッチ。なんか俺、ニンテンドースイッチでね、人気の、カチューシャをお姉さんに教えてもらったんで、皆さんに お教えしたいと思います。まず1位がこちら、テレサです。私のじゃないけど、これが一番人気みたいです。で2位がどっちなんやろな、つけたやさかも。2位と3位がこのヨッシーと、身長がヨッシーとこのキノコですね。これが2位と3位みたいです。これが1位、2位、3位っていうカチューシャですね。皆さん買ってみてください。かわいいよ。晴天のミニオンです。ミニオン、子供心で撮影に挑みました。ハリーポッターエリア。俺もちょっとやろうか。始まった。ちょっとやるよ、楽しんでやってるみたいに。やって。なんかだるいのやんの。早くやるよ。来ましたね。ハリーポッターエリア入ります。あー、涼しい。涼しすぎる。タクミンビーンズの感想。味わって寒くないからなんとも言うんですよ。今日のは草味が食べれるらしいです。
草担当やろ。草担当。坂もは？下痢担当。何？おしゃれ。うわ、ホグワーツ？これ。私の母校です。は？じゃあショーのあれか、映画に出てんのか。そうやで、よう探してみて。おる。この葉っぱ感。バイバイスヌーピー。あーかわいい。バイバーイ。一番テンション上がる。いちごのフローズン食べます。いただきます。めっちゃ。なんか厄介いちご。ホッタージュースね。美味しい、はい、よかったな。ウタシス。なんかすぐ溶けそう、でもソルベ。え、なに？おいしい？頭に何つけてんの？うわ、しゃべらん。再度、任天堂エリア。上手。なんと15分待ちからの自分のポージングのなさに笑ってしまうような写真たち。ちなみに張り撮りの前頑張った後です。この2人は余裕やけどな。純粋に羨ましいわ。イエーイ、長男が頑張ってます。めっちゃ目線もしてる。もう無理、もう無理。頑張れ。いやー、降りて。頑張れ、降り。はい、夜も違った雰囲気で可愛いよね。え、そうっすね。ねえ、なんで？はい、どうも、坂本です。今から夜の、マリオ行ってみたいと思います。はい、夜のマリオね、初めて行くんですけれども、まあ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 、新鮮な感情を得れるのかなと思いますんで、まあ、行ってみたいと思います。まあええ感じやな。まあ、今日この後ね、そば食べに行く予定なんですけど、それが一番楽しみですね。はい、やめてやめて。皆さん、夜の任天堂の姿を知らないです。知らない人が多いと思うので、私が代わりに夜の任天堂ワールドをお披露目いたします。安定で可愛いもののちょっと魅力が違いますよね。可愛い。今はブブブンって音がしてるんやけど、パワーアップバンドを購入して腕につければコイン集めることができるよ。バンドがあると楽しみ方が広がる。この2人休憩ばっかりして動かんから大変なんよ。全然帰らへん。帰る気がない。全然帰る気がないです。なんでもう2人とも顔が死んでおります。この顔を見ていただきたい。あ、いいんですか。